装置自動船舶識別装置は国際 VHF を利用した船舶を自動識別する装置である。電波法や船舶設備規定では船舶自動識別装置である。識別符号、船名、位置、進路、速力、目的地などのデータを発信する VHF 対デジタル無線機器で代用ソフトウェアがあれば受信したデータを 電子海図上やレーダー画面上に表示することができる。2008年7月1日以降、公実する要件を満たすすべての船舶に搭載が義務化されている。2002年、テロリズムへの対処を目的として、国際開示機関の主導により、SOLAS 条約が改正され、この改正条文中に、自動船舶識別装置の設置に関する事項も盛り込まれた。 同条約は2004年7月1日に発行した。日本国内の根拠法は、国際公開船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律となる。識別符号は海上移動業務識別コードで送信される。船舶局の AIS 装置は、PHS の TDMA 方式とほぼ同じサッドマ、と呼ばれる自分割り多言接続を用いて、次局の船名。 無視高度、選手、繊維、進路、速度、シムケチ、積載物等を周辺船舶や陸上局に向け自動的に送信する。船舶局以外には陸上局、航空機などが航行支援等のために気象情報や航海警報を送信している。利用周波数は CH87 バイト161.975メガヘルズ。 CH88 バイト1 6 2 0 2 5ヘルツの2波である。2009年10月4日まで世界で唯一、東京湾での未地域周波数 CH79 バイト1 6 1 5 7 5ヘルツ、CH85 バイト1 6 1 8 7 5ヘルツの2波を利用していた。主目的は IMOMSC74 アネックス3に規定される。 船舶同士の衝突予防、通過船舶とその積み荷情報の把握及び船舶、運航管理業務支援であるが、全国7カ所の海上交通センター、6カ所の海上保安本部、ポートラジオなどの航行管制としても利用されているが、ポートラジオは傍受のみも多い。搭載義務船舶は、300トン数以上の国際航海する船舶、500トン数以上の非国際航海の船舶、 国際公開の全旅客船となっている。搭載義務のない船舶向けに無線従事者が不要で特定船舶局として開局できる簡易型 AIS が販売されている。海上自衛隊の護衛艦や海上保安庁の巡視船、水産庁の漁業取締船の選定は職務遂行時に停下していることが多い。民間の船舶も 海賊に AIS を悪用されるという懸念から危険海域では停破する臨時的措置が認められている。日本においてはこの他にも操業中の大型漁船が巨場の秘密を保持するために停破できる。船員が故意に停破させることも容易であり、AIS 情報によって全搭載船舶の動静を把握することはできない。 発している情報が信頼性のあるものかどうか判別することも難しく、実際と異なる位置で航行しているという情報を容易に発し得るため、実際に測地形設定が誤っている船舶が位置を誤認させたことによる事故が起こっている。船舶に搭載された AIS トランスポンダーからの電波は水平方向に約 74km しか届かないが垂直方向であれば、 高度 400km の国際宇宙ステーションにも届く。2008年6月19日にアメリカのオーブカム社は5機の通信衛星と CDS 衛星を打ち上げた。これらの衛星にはすべて AIS 受信機を搭載し、宇宙から AIS を実証する試験が行われ、初めての宇宙からの商用サービスを行う会社になった。オーブカム社は、 現在開発中の次世代の OG2 衛星18機にも AIS 受信機を搭載する予定。同社はルクセンブルクのラグジャスペースシャト2機の AIS 衛星を提供してもらう契約もいった。このベッセルサット1は2011年10月12日にインドの PSLV ロケットで赤道上を周回する軌道に投入された。 もう一機のベッセルサットには2012年1月9日に中国の調整4バイトロケットで極軌道に投入された。2008年4月28日にはカナダのコムデブインターナショナル社が宇宙から AIS 信号を受信する超小型衛星を打ち上げた。2009年11月の STS-129 では ISS に AIS 用の VHF アンテナが運ばれて、コロンバスモジュールの外部に設置され、2010年5月から AIS 信号の受信試験が開始された。2009年9月23日には、ラグジャスペース社が PSLV ロケットでルビン -9.1 衛星を打ち上げた。2009年7月30日には、スペースクエスト社が AIS 受信機を搭載したエープリゾザートマイナス3とエープリゾザートマイナス4に衛星を打ち上げ、2010年7月12日にはノルウェー A がアサッドマイナス1を打ち上げた。日本においては、2012年5月18日に衛星搭載船舶自動識別実験装置のスペイズを搭載した小型実証衛星4型が打ち上げられ、 技術検証が行われて、その有用性が実証された。これを受けて、2014年に打ち上げられたが、1 2号には、スペイズ2が搭載されて、合成回口レーダーパルッサー -2 と、地球観測用小型赤外線カメラサークと、協調観測することで、安全保障上の観点からの海洋監視の任務を、担っている。また2020年に打ち上げられる、 先進レーダー衛星には渾身域対策を施したスペイズ3が搭載されてパルッサーマイナス3と強調観測することで船舶過密海域においても船舶の検出率が高まることが期待されている。日本では2015年11月11日から公開用レーダー画面上に仮想点となるバーチャル AIS 航路標識の運用を開始した。2006年 国際会議機関 IMO によって公開用レーダーの性能基準が改正され、公開用レーダーの画面上に AIS のシンボルマークを表示させることが義務付けられ、2014年に仮想点となるシンボルマークが承認された。なお、これまで明かり不評が設置されていたが、水深が非常に深い場所などへの設置は不可能であり、この仮想点を画面上に表示させることで、 明かり不評の代用とする技術となる。ありがとうございます。